学校終わってから遊ぼうと思ったのに、ナルシもタコもレンちゃんもみんな忙しいって。くそ。あ、そうだ、タクオに借りたこの最新型 VR のゲーム試してみっか。ゲームソフトあった。あ、ポケットモンスタードメスティックバイオレンス。なんだこの不謹慎なタイトルは。スカーレットとバイオレットじゃなかったっけ。まあとりあえずやってみっか。あとは VR をセットしてった。お前の彼女もルージュラみたいだな。サトシ、起きなさい。ここはどうだ。すげえ、これが最新の VR ってやつか。サトシ、今日9時に大木田博士にポケモンもらいに行く予定でしょ。急ぎなさい。そういう設定が。なるほどな。今何時だ。げっ、もうこんな時間。やっべ。サトシといえばこのグローブだな、やっぱり。サトシのお母さん行ってきます。違う、俺が今サトシだから。お母さん行ってきます。ここか、大木田博士の研究所。今日9時にポケモンもらう約束してた小川サトシです。お前がサトシか。こんな大事な日に遅刻するなんて、これからポケモントレーナーやっていく覚悟あんのかい。いや、いきなりポケモンバトル始まったんですけど、まだポケモン持ってないよ一匹も。いや、お前もポケモン持ってないんかい。そして大木戸博士レベル100って何。殴ったね。親父にもぶたれたことないのに。ポケモントレーナーなめてんじゃねえぞ。この世界は甘くねえ。中途半端な気持ちでやってると命取りだ。足洗うなら今のうちだぞ。くっそ、舐めやがって。お前にはまだポケモントレーナーは早い。とっとと帰れ。俺も忙しいんだ。モンスターボールを小売市で貸し出す副業やってて。な、闇金みてえなことしてんな。てか誰が帰るかよ。俺はポケモンマスターになるために学校を辞めてきてんだよ。ほう、少しは骨のあるやつみたいだな。よし、わかった、こっちに来い。ここに3つのモンスターボールがある。この中から好きなポケモンを1匹選ぶがいい。ようやくポケモンらしくなってきたな。いわゆる御三家ってやつか。どれにすっかな。この炎のモンスターボールの中にはどんなやつが入ってんの。へへ、出てこい。かゆく、あ、まぶちゃ。そいつは人影だ。おお、人影なら知ってるぜ。尻尾に火がついてる炎タイプのポケモンだよな。尻尾というか、まあ火はついてるな。あ、熱い影。何こいつ、気持ち悪いんですけど。俺の知ってる人影じゃないんですけど。そいつは人影、SM ポケモン。削り挟んだろうそくの火の熱さで M に目覚めた。 S っ気のあるメスポケモンがいるとパワーアップするポケモンだ。絶対こんなやつと二人で旅したくねえよ。二人じゃないだろ、一人と一匹だ。いや、どっからどう見ても全身タイツの変態だろこいつ。だいぶ相性がいいみたいだな。どうだ、こいつにするか。はあ、こいつは一旦なしだ。戻れ。あの助けだけじゃ戻れたくないよ。残り2匹か。よし、次は水タイプのポケモンを出してみよう。次こそいいポケモン出てくれよ。炎タイプのポケモンが人影ってことは、この水タイプのポケモンはゼニガメだろ。出てこい、ゼニガメ。ああ、私目入ったの。
はい、今から時給発生します。指名料は2000円、タックスは 50% ね。なんかまた思ってるのと違うポケモン出てきたんですけど、待機所のキャバ嬢みたいなポケモン出てきたんですけど。そいつはゼニゲバ、お金大好きポケモンだ。どんなに貢いでも付き合ってくれないから要注意だ。俺も散々貢いでいるが、アフターすらしてもらってない。やっぱただのキャバ嬢じゃん。シュワシュワが飲みたい。大木田博士、いつものシャンパン入れてよ。いや、ゼニゲバちゃんにはかなわないな。給料日前だからブーブーイエロー1本でいい？ドンペリがいいゼニー。いや、もうしょうがないね。バカ野郎！何さらしとんじゃエロジジイ。ポケモンどんな目で見てんだよ。バカ、この大木田博士。だって可愛いんだもん。はあ、このポケモンも役に立ちそうにねえな。モンスターボールに戻すか。あ、小銭っと。あれ？ない！小銭がない！ゼニゼニゼニ、このお金でネイルでも買いに行こうかな。どうやらゼニゲバにお金をすられたようだな。小銭の音を聞いた瞬間、スピードがマックス値を振り切るのがそいつの特徴だ。急にお金がなくなった時は真っ先にこいつを疑え。最悪じゃねえか。もうろくなポケモンいないな、ここは。ゼニゼニ、見つけた。おい、金返せ。あ、消えた。どうだった？諦めろ。女に貢いだ金は取り立てるもんじゃねえよ。いや、貢いでねえよ。なんてすばしっこいやつだ。もうあいつはほっとこう。いいのか。そいつはモンスターボールから出ている時間は出勤という扱いになる。その分の給料はお前のお小遣いから引かれていくぞ。この瞬間もだ。いや、もっと早く言えよ。戻れ、ゼニゲバ。おかえりー。たく、ろくなポケモンいねえな、ほんとに。最後はこの草タイプのポケモンか。まあ期待してねえけど、一応出してみるか。出てこい。あ、ん？なんだあれ。これはポケモンか。そいつは不思議草、吸うと気持ちよくなる葉っぱだ。いや、子供向けチャンネルとは思えないようなもの出てきた。いよいよポケモンじゃねえし。そいつはポケモンなのか道具なのか毎回国会で議論されている。ちなみに俺は秘伝マシンだと思っている。なぜならそいつを吸うと空を飛ぶを覚えられる。いや、もうそれ違う、飛ぶだよね。お前にポケモンを語る資格はない。大木戸博士、もうポケモンいらねえわ。まともなのいねえし、他の町でもらうね。あー、待て待て待て、あと一匹いるんだが、こいつは非常に手を焼く問題児だぞ。それでもいいか。ああ、あのサンタよりまともなポケモンならもう何でもいいよ。とにかく見せてくれ。おい、ピカチュウ出てこい。なんすか博士、俺今ポケットモンスタードメスティックバイオレス2つのソフトの最速クリア記録目指してんすけど。サトシ、こいつはピカチュウ、ネズミポケモンだ。ピカチュウ？ピカチュウってあのピカチュウか。いいじゃねえか、お前に決めたぜ。はぁ、あ、なんで俺がお前に選ばれなきゃいけないわけ。いや、マジでだるいわ。なんだこいつ、生意気だな。中学生の反抗期みたいなポケモンだな。人に懐きにくいポケモンだから俺も基本は放置している。博士、もう帰っていいすか。まあまあ、そんなこと言うなよ。俺はお前となら仲良くやっていけそうな気がするぜ。うるせえな、ゼロポケ。技繰り出したみたいにスタンガン使うなよ。じゃあな。ちょっと待て。なや、まだ起き上がるんだかよ。こうなったら力ずくで俺とタイマン勝負しろ。俺が勝ったらお前は俺のポケモン、お前が俺に勝ったら俺はお前のポケモンになってやる。
間のくせに面白いじゃん。やろうよ。すまんな、サトシ。こいつはさっき不思議草を吸ってしまったようだ。いや、ポケモンも不思議草吸うのかよ。もうポケモンじゃないじゃん。道具じゃん、絶対。落ち着け、ピカチュウ。とー、やるよ。あポケモンバトルは先手必勝。うらっ、うわっ、あー、ピッパラー、いねーよー。おい、人間のパンチ一発で瀕死ってどんだけ弱えんだよ。まあ放置しすぎて実戦から遠ざかっていたからな。そういう問題なのか。まあいい、初めてのポケモンゲットだぜ。サトシの兄貴、さっきはすいませんでした。俺一生これから兄貴についていきます。なんだこいつ急にクラスの三軍ザコパシリキャラみたいになりやがって。兄貴、飲み物買ってきますよ。何にしましょう。焼きそばパンもいります。あ、待って、今日ジャンプの最新刊の発売日だ。買ってきましょうか。あー、もうお前うるせーな。もうこれでも吸っとけ、お前は。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ねえ、誰でもいいからさ、ポケモンバトルしようよ。はぁ、あ、やっちゃうよ。おお、これはすごい。ピカチュウが不思議草を吸ってラリチュウに進化しているじゃないか。いや、どんな進化だよ。あ、生まれ変わったら同じネズミでもミッキーになりたいな。もうこんなポケモンの世界やだー。